はい、こんにちは。昨日まで30の階乗足す1は素数かという問いに対して、これは31の倍数であると。まあ、これ、一般的に書くと、p-1 の階乗足す1っていうのは、モッド p で0、すなわち p の倍数ですよと。p が素数ならばというのが、ウィルソンの定理というらしいんですけども、じゃあこれどう示せばいいのかという話ですけども、まあ昨日は30の階乗がモッド30で、31で、マイナス1になるのを示すのに、まあ思いつくままに適当に掛け算していったんで、ちょっと途中戸惑った、つっかえちゃったりしたんですけども、30までの、ここの掛け算。要するにモッド31で、1になるもの、四派32とかいう1になるペアをどん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 作っていって、7区63とかで、ペアになってペアにならないやつは、まあ唯一これだけですよと。それ以外はちゃんと1になるペアが出てくるってことは、これかけたら全部こいつ以外は1で、こいつはマイナス1なんで、まあマイナス1だけ残ったねということで、30の階乗はモッド31でマイナス1ですよという話を、これをちゃんと全ての素数で言えるのかということなんですけども、まあちょっとちっちゃな数で、やりやすいやつで考えてみると、例えば、p イコール7の時、6の階乗がモッド7でマイナス1ですよという話。6の階乗って言ったら1、2、3、4、5、6だけ。で、これで、まず、この両端、1は1ですと。で、一番右端ってのはこれマイナス1ですね。で、それ以外の2組掛け算すると1になるよと。2、4が8。8はモッド7で1。3、5、15は14足す1なんで、14が7の倍です。だから、やっぱり1というふうに作れますよと。例えば p イコール11だったら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の階乗。で、やっぱり両端、まずこいつは1は1人で1。で、こいつはマイナス1で、それ以外の偶数個ですよね。p-1 が偶数なんです。p は、2と3はもう明らかなんで示したとして、p が5以上の素数のときに、まあ当然偶数。偶数個から両端の2個を持ってるんで、やっぱり偶数。2個ずつのペア作っていって、モッド11で1になるもの。3、4、12。6、2、12。で、9、5、4、15。45は44足す1。だからやっぱり1。で、7、8、56も55足す1だから、やっぱり1。っていうふうに、まあ、ペアがちゃんと作れますよと。じゃあもちろんこれ、一個一個、無限にある素数を一個一個調べるわけいかないんで、じゃあどう一般的に話するかっていうときに、フェルマーの小定理って何なのかっていうと、A の p-1乗-1が0、モッド p。というのが、これただし A は p と互いに素。っていう、フェルマーの小定理を証明するときに、モッド P で、あまり0を除くと、あまりは1、2、3、4、p-1 の p-1 個のあまりがあって、これをかける A っていうのは P と互い素な数。したら、A、2A、3A、4A、A カッコ p-1 と。やっぱり p-1 個の、数が出てきますけど、これをモッド p で考えたら、どれがいくつかはわからないけども、全部バラバラですよと。別にどれがどれかわかんないけども、すべてバラバラ。つまり、この A から 2A、3A、4A、A カッコ p-1 っていうのは、どれかが1で、どれかが2で、どれかが3で、どれかが4で、どれかが5で、どれかが p-1 になってますよという話。
は、どう証明したかというと、どれかが、すべてバラバラ、すべてバラバラを否定するには、同じペアが少なくとも一組あるよと。じゃあ同じペア、I と J を A 倍した IA と JA が合同ですよというのがあったとすると。そうするとこれ移行して整理すると、A カッコ I 引く I 引く J が0と。これはどちらか、掛け算して0なんだから、どちらかが P の倍数ですよということを言ってるんですけども、A は P と互い素という約束なんで、これが P の倍数だと。I-J が P の倍数。すなわち I と J が合同なわけないですよね。P 以下の、数2つが、P で割った余りが等しくなることはありえないんで、同じものはない。すなわち全てバラバラですよと。いう、これを利用してあげると、これを利用してあげると、1、2、3、4、5、6、P-1、1、2、3、4、5、P-1っていう、まあ、このリーグ戦表みたいなのが書いてあげると分かりやすいと思うんで、書くと、例えばここの、M という列と、この掛け算したもの、ここは1、1が1、はい、ここは2人が4。で、まあ、もちろん、もしも、まあ、も、合同式だから、P を超えたら、引く P したもの。2P 超えたら、2P 引いたものっていう、掛け算して出てきた数を、要するに1から P 引く1まで、の数が並ぶんですけども、この列にはやっぱり今すべてバラバラですよって言ったんで、まあこれもちろんここは M ですよね。2M。これすべてモッド P でバラバラですよと。だからどっかに必ず1があると。1個だけ。2個でもなければ0個でもない。1個だけ1になるものがありませんと。モッド P で。じゃあそれをn としますと。そうすると mn が1になる組がこの列に1個だけある。そうすると隣の列にもやっぱりここ以外に1個だけあると。じゃあ、きちんとペアはできますねと。1列に1個だけ必ず1があるんで。どっかに。何かと3で1になりますと。いうペアが必ず1個あると。重複もしないと。で、ただし、同じ数同士かけて1になっちゃうようなものもあるのかっていうと、それはありますよね。それは、これ移行して整理すると m-1、m たす1が0だから、m が1か、マイナス1。1、すなわちこれですね、これ。と、この p-1 の2乗。p-1 っていうのは、マイナス1なんで、マイナス1の時。すなわち、さっき言った端っこだけは相手がいませんと。自分自身同士なんで。なんで、ペアが必ずできて、相手がいないのが、まあ1は自分自身で1人で1だから OK で、こいつの相手はいませんってことで、結局、P-1 の解乗っていうのは、マイナス1ですよと。モッド P でと。ということで、この式が示されたということになりますと。で、以上です。ありがとうございました。